えーとね次ね、シュ・ニンさん、シーズン・レター,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 、えー、富岡山ギャラリーですね、はいえー。こちらを紹介したいと思います、はいえー。シュ・ニンさんってこういう字書くんですね。で僕ね、多分あのねこれね、えー、っと美術手帳の2020年2月号、入荷版アーティスト100ですね、に載ってたみたいですね。 で僕の、のあんまりぶ僕、そんなに注目してなかったんですけど、まあ、あの、六本木行ったらね、あのやっぱりあの、あの、ギャラリーコンプレックスとか、えー、ピラミデビルとか行くので、えっ、ー、と、ちょっと見て、あこ,これ、こんなんいいんだと思ってですね、ちょっとびっくりしちゃって、まあ、ちょっと紹介しようと思います。で、ちょっとごめんなさいね、コンセプトとか、細かいところまで知らないんですけど、まあ、せっかくなんで紹介しますね。これなんかね、面白い。あのー、 絵画として非常に面白いですよあのこう組んでるもの自体が描いてるもの自体がちょっと何描いてるかモチーフ全然分かんないんだけどあの,抽象とあのね本当の意味で抽象と徴の間みたいな描き方してるんだよねあのかなり油,油絵なんだけど全部あの普通に描いてるこ,この辺とかモリっとしてるんだよね絵の具を持ってるところもあればこう薄く描いてあるところもあればとかでこれで俺これ画面完成してるのよくできるなと思うこれ相当うまいですよ 相当いうまんこれ普通画面壊れるからねまあ単純じゃ単純なんですよここ開けててこっち開けててっていうだから要するにこういう斜めの線なんだけどこれはでもなうまいと思うな、うん、でこうなんかあの四角いのとかがさデジタルあこれでも部屋かな間取りみたいにも見えてきたねなんかねこれは僕すごいうまいと思うなここ手あったりねここにも手ありますよね 上手だと思いますねものすごくでかいですこれ作品はこれめっちゃでかいです大体いい身長ぐらい180とかこれこの高さがね2ル以上ありますね横はこれもね面白いですよこれなんかね植物みたいでしょだからねいろんなものも見えてきてこれはね上手ですよこの作家でえー、っとまあ中学生の方だとは思うんだけどあのー この空間、まあこれ余白がうまいのかなああ。まあこれなんかジェストみたいなのでぼーっと塗ってると思うんだ。塗ってるというか吹いてると思うんだけど、つるっとしたね。これ結構僕ねびっくりした。あのー、これね画像で見るだけだったらわかんないんだよね。これ本物見たらね、あのかなりいいんですよ。ただちょっとコンセプトまでわかんないけど、いろんなこと言いたくなるよね。 あのー、引き出しがこの人いっぱいあるんじゃないかないろんなこと考えてると思いますよ、うん、まあいろんなことが言えるよね本当に山水画とかで言ってもいいだろうし、うん、近代のペインティングでもいいですよねなんかこんなお押し花とかにも見えるしねでなんかこうちょ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 っとこう天描みたいんだけど天描っていうよりは縫うみたいなねものを縫うみたいな そういう描き方したりするのよね。これは面白いと思う。はあ、これはね、あの、ニューカマーに乗ってたわけだけどね、1979年生まれだったのね。なんだけど、だからもう売れてんのかな。これは面白いと思いましたね。あと、あ、でもな、今分かったけど、俺、これ、色の使い方が面白いんだな。 あ色も面白いですよねあの相当ビビットな色しか使っ,使ってないですよね <laughs> おでも本当にこの辺とか本当に縫うみたいにやってますよねこれは面白いと思う ちょっと僕ねノーマークだったなあの玉火あそっか玉火だから玉火のねあの終始出てるみたいですうん僕最近玉火むさび行かなくなったからなまあでもやっぱ余白の使い方がいいけどでもこことかこれ今パッと気づいたけどこういうのとかうまいねあーこれはもう紙みたいにして書いてますねこれね水墨画みたいな書き方ですよねこれね 俺はドリップしてるねいやーでもなやっぱなこれでやっぱ俺は画面完成するのは相当センスあると思ううんこう、うん、あのねこれね絵画の言語で語らなきゃいけないんだろうねやっぱりだからすごい細かいことを細かいっていうかあのしっかり語らなきゃいけない作家なんだろうなと思いますねあの一つ一つつぶさに見ていくっていうことが重要な作家でしょうねこれうん これいい作家ですねあのざっくりしたことはあんまり言,え言わない方がいいんだろうなあのどこから切り込むかっていうところの入り口もたくさんあるしあのそれ見る人によって違って,違っていいと思うんですけどねこれやっぱ絵画として面白いですねうんこれいい作家ですねやっぱりあほらこの辺とかもう独特な盛り方してるでしょ絵の具の。 これどううやって描いていんだろうなでもこういうのって一発で描かなきゃいけないやつだからこういう線こういう線ってだから相当自信がある人ですよねこんな線だって一本ミスったら終わりですからねこういうのこういうのとかこういうクルンってこうやって、ま、丸める線とかあるじゃない <laughs> もう僕もな作品が好きだからそういうところちょっとこだわっちゃうけどねあの うーんこう,こういうところとかね、こういうのが重要だったりするんだよね。こういう線ね。うん、これはね、面白いね、やっぱねうん。こういろんなことができるんだよね、こういうのね。こういうのね。これとか全然違うでしょ、これね。だからこれちょっとデジタルにも見えるんだよね。だからね、完成的にはあのその目はね、とても現代的な目を持ってる作家だと思うのね、僕。 うん、なんだけど絵画的に新しいことをしてるあ絵画もう、まあ、極めて古典的な絵画の手法を使いつつハイブリッドっていうかな、まあ、ブリコラージュって言ってもいいかもしれないけどねそういうことを現代的にできている作家ですよねうんそうだねだから絵画の歴史をブリコラージュしてるっていう感じかなうん面白いねいやこれは面白い作家だと思います これって普通は崩れてるけどね普通は絵としてはあの崩れてると思いますだけどそれをこの線とかでこう無理やり調停していくっていうその剛腕もあるんだよねこの剛腕さがもまた魅力なんですよねこれって考えて描くのかね聞いてみたいね実はご本人いたんですけどねなんか他の方とお話しされてたんでちょっと 僕、最近あんまりアーティストに声かけないんだよな。まあちょっと声かけないようにと思ってるっていうのもあるんですけど。これはなんか若い時の作品みたいですね。この時から比べたら全然良くなってますよね。今の方がね。だからやっぱそのぐらいになったらいいのかな。70だから40ぐらいでしょ。だから、それぐらいになったらやっぱりかなり完成されてくるのかも。あ、これはでもなんか若い時。あ、これはね、今の雰囲気ありますね。でもやっぱ今の方が全然いいね。やっぱもう昔埋めちゃってるもんね。こうやってね。 うん、これはあこれもでもなまだ埋めてるけどまあまあでもこれもいいですねあこれは面白いですねこれやっぱ花に見えちゃうけどなあ,あでもこれはやっぱ花なんだな、うん、だからやっぱモチーフあるのかもしれないですねこの作家ねいやーこれはねあの面白かったですよ、えーと僕 どうなのかなこれ、でもね、僕、こういうのが好きなのかもしれないな。あの、シュニンさん、シーズンレター富岡山あ、富、え富岡山ギャラリーですね。えー、での展示です。えー、多分まだもう少しして展示されていると思うんで、ぜひね、えー、見に行ってみてください。あの、本物見るとね、画像用とまた全然違う発見があると思います。で、さらに人によってね、見る視点っていうのが全然違うと思いますんで、 ぜひ見に行っていただきたいと思います。はい。えー、以上です。ありがとうございました。はい、ではね、えー、皆様、えー、ぜひグッドボタンと、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はいー。はい。って感じですね。ほうほう